Welcome to Let's Talk. Hello everyone, this is Camilla from Keywords Localization. Today we have two sound engineers together with us to have this interview. This is Ryo-san and this is Yuki-san. Ryo-san, Yuki-san, today we are gonna interview purely in English, okay?Okay, sorry. Ryo-san and Yuki-san don't speak English, so the interview will be in Japanese. So we will start first with Ryo-san. Maybe you can introduce yourself. はじめまして。成笠ryoって言います。リードサウンドエンジニアです。で、キーワーズに入社してからもうすぐ2年になりますね。で、趣味はもちろんゲームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆきさん。サンドエンジニアの檜山ゆきです。キーワーズに入って2年と、もうすぐで1ヶ月になります。ゲームはですね、実はここ1、2年ぐらいで始めて、でも今ではちょっとどっぷり毎日ゲーム漬けになってますね。なるほどですね。よろしくお願いします。二人とももうゲームが好きな感じで今の仕事をやり始めたという感じですね。そうですね。以前からもうずっとビデオゲームの他に音声の仕事をしたいと考えておりましたか？それってどうやって実現しましたか？自分は日本でいう専門学校っていうんですけど、専門学校のもともとは映画のスタッフになりたくて、映画の専門学校に入って、その後卒業してすぐ映画関係の会社に入ったんですけど、まあ、やっぱずっとやっぱゲーム好きだったんで、関わりたいなと思って、まあ、そこをちょっと卒業して、ゲームのエンジニアの道を目指しましたね。なるほど。ゆきさんはどうでしょう？自分は最初はアニメ業界の、音響制作の方で、会社に携わっていて、で、その当時に、専門学校の時の同級生と仲良くまだしていたんですけど、でその友達がローカライズ会社に入っていて、話を聞くうちにすごい楽しそうだなって思いがどんどん募っていって、でそこから紹介してもらって入った形になりますね。そこがきっかけでどんどんゲーム好きになっていったって感じです。それでは次の質問に行きます。はい、りょうさんもゆきさんもビデオゲームの音声ローカライズの仕事をしている中、なんか一番大変なまたはやりがいのあることは何ですか？その経験教えてください。じゃあ一番大変なのはやっぱりその発売日があるんで、どうしても納期が迫られるっていうことですね。やっぱクリスマスあたりに発売するのが多いんで、どうしてもそこから逆算すると夏ぐらいが一番忙しいのと、あと自分たちはその原音ありきなんで、どうしてもその内容だったり長さを合わせなきゃいけないっていうのがどうしても大変なんですけど、逆にそのやりがいっていうのはその頑張った分実際にゲームに反映することですかね。だからその実際収録の時にまあ日本語だったりとか、そのどうしても直さなきゃいけないところ、修正しなきゃいけないところを頑張れば頑張る分、自分が買ってそうですね、発売したものを買った時に、あ、反映されてるとか、やってよかったっていうのがやっぱとってもやっぱやりがいですからね。楽しいのもやっぱりそこ、プレイしてて楽しいっていうのが、そうですね。って感じだと思います。繁忙期にやっぱり残業したりもするんですか？どうしてもそうですね。ただその分、そこまで忙しくない時期もあるんで、まあ、バランス的に取れてるかなとは思いますね。音声ロカライズが繊細なお仕事ですからね。そうですね。ゆきさんはどうですか？そうですね、大変なのは、やっぱり最近 そのゲームってボイスがすごい量が多いと思うんですけど、やっぱりそうなってくると収録する時期もどんどん長くなってきて、最近あるその大きなタイトルだとだいたい4ヶ月ぐらいずっと撮ってるってことが多くて、中でもやっぱ主人公とかってすごい量があるんで、4ヶ月、まあ、毎日のように来てもらってずっと撮ってるっていうのがやっぱ一番大変かなと思いますね。だいたい週4か5ぐらいですね、まあ、平日ですかね、主人公はって感じですね。でやりがいは、まあ、さっきも話してたんですけど、やっぱ発売で実際に自分がプレイすると、あこういうの撮ったなとかいうのも思いますし、あとは収録の面で言うと
違う役者さん、それぞれいろんな役者さんがいるんですけど、いらっしゃるんですけど、と、違うお仕事をすることによって毎日いろんな人と出会うことがやっぱ自分の中ではすごい楽しいかなと思いますね。皆さんの一日のお仕事の流れはどのようなものですか？まずゲームのローカライズ収録は音声で収録をします。波形合わせって言うんですけど、1回目の音声が流れて同じ音声をもう一回流して、2回目の音声の時に一緒に役者さんに言ってもらうっていう状態なんですけど、まずそのセッションの準備をします。で、収録の当日、ゲームは1人ずつ収録します。なので、それぞれの台本を用意して実際収録を開始して、で、その波形合わせ、波形合わせがリップシンク、サウンドシンク、プラマイ 0%、プラマイ 10%、プラマイ 20% とか、いろいろ種類があるんですけど、それに応じた、収録をしていきます。で、収録が終わったら、サーバーに、バックアップとして その日に撮ったデータを上げます。で、その後に、ポスプロ担当の人に、ポストプロダクションって言うんですけど、ポストプロダクションを任せます。その後そうですね。で、その上げてもらった音声を、基本は取りっぱなしなんで、使う音声のみですねをどんどんいらない部分をスペースを切っていって納品する部分だけにして、で、それから、名前をつけて、で、もちろんこの名前をつけるときに、クライアントさんから長さの指定が来てるんで、それはもちろん長さ指定を守りつつ、次にレベル調整に入ります。で、このレベルも作品ごとに全部違うんで、毎回収録始まる前にレベルを確認して、で、その向こうが送ってきたレベルに応じてそれぞれ大きいか小さいか振り分けて、で、レベル調整したものを今度は全部一回聞いて確認して、で、問題なかったらそれを PM に渡してデリバリーしてもらって終わりっていうのが流れですね。なんか想像以上複雑なプロセスでしたね。普通の簡単な収録してセーブして、少し直してみたいな、直したりというんじゃなくて、結構たくさんのプロセスが含まれてて、ね、日本のゲームだったらそれでいいんですけど、自分ですね、ローカライズはやっぱ大元の原音があるんで、それに合わせる形っていうのはなかなか大変になってきますね。それでは先ほどゲームの仕事とアニメや映画との仕事と比べたら大きく違うことは何ですか？映画だと実際にその撮影現場まで行ってそのマイクを持って声収録したりで、それはもちろん撮影が終わったらダビング作業っていうので効果とか音楽とかセリフのバランスを取りながらもう頭から作っていくっていう作業はやっぱゲームにはない作業ですかね。ゆきさんは？そうですね、アニメの現場と違うっていうとやっぱりアフレコではないっていうところですかね。アニメだとやっぱ出演者全員が集まってアフレコって言ってその場で掛け合いをして撮るのが主流なんですけど、ゲームだと、さっきも話したように一人ずつ撮っていくのでそこは違うかなと思いますね。皆さんの一番好きなビデオゲームは何ですか？教えてください。一番好きなゲームはボーダーランズってゲームですかね。もうみんなのがぶっ飛んでるんで一番好きで、今はCODの最新作をディスコードしながらやってるのと、あと PS5 版のデモンズソウルをやってるって感じですかね。 PS5 持ってる？持ってますね。持ってます。持ってます。おめでとうございます。ありがとうございます。ゆきさんは？自分一番好きなゲームは Life is Strange ですかね。なんかもう映画見てるような感覚で物語が進んでいくのがすごい好きなタイプなのですごい好きですね。今やってるのは友達と、デッドバイデイライトをボイスチャットしながらやってますね。みんなのおすすめをちょっと研究したいと思います。はい、やってください。皆さんも研究してね。りょうさん、はい、今の仕事好きですか？いや、もう好き。そうですね、大変ですけど好きですね。じゃあこの分野の仕事を目指す人に向けてメッセージはありますか？どうしてもこういう分野の人たちってやっぱ元々ゲームが好きとか
アニメが好きだかっていう人だけかなと思うんですけど、そうじゃない人もたくさんいるんで、単純にそのアニメとかゲーム興味ないけどやってみたいっていう人はぜひぜひ来てほしいですね。ありがとうございます。ゆきさん、はい、今の仕事好きですか？はい、好きです。それではこの分野の仕事を目指す人に向けてメッセージをお願いします。やっぱりこういういわゆる業界ってなると結構大変なイメージを持ってる方って多いかと思うんですけど、実際一歩足を踏み出してみたら楽しいことってたくさんあると思うんですね。自分じゃできないかもっていう思ってる人もいるかもしれないんですけど、ぜひ一歩踏み出してほしいです。 So that's all for today's Let's Lock interview episode. See you next time. Bye bye. Bye bye. Hello everyone. I hope you like the contents. And if you are interested to know more about us, feel free to like, share and follow our posts. Thank you and see you. Bye bye.